安田女子大学3年の増本夏美さんです。友達と夏休みの話題で盛り上がります。 USJ、 海、川、時って、あと何ができる？ビアガーデン行きたい。それは、うん、このメンバー行ったことないもんね、うん、ずっと笑っててすぐ遊ぼう遊ぼうって言ってくる。やめてよ。どこ行く？次何する？すごい積極的っていうか行動力がある。増本さんは小学校の先生を目指していますが、最も力を入れて取り組んできたのは平和活動です。広島市は高齢の被爆者に代わってその体験を語り継ぐ被爆体験伝承者の育成を2012年度から始めました。増本さんは被爆者と対話するなど2年間の研修を経て伝承者として活動しています。生まれも育ちも広島なので、ずっと平和教育を受けてきた中で、被爆者の方に何か私にできること、恩返しになるようなこと、感謝を伝えられるようなことってないのかなっていうのを、すごいぼんやりとなんですけど、ちっちゃい頃から思ってた。大学生と伝承者、2つの顔を持つ増本さんの生活です。今日は1時から母校の中学校で講話しに行きます。やっぱり相手は私を知る術がないので、伝承者っていう役割をいただいて活動しているので、行ってもいいですかっていう感じで、またご連絡くださいっていうふうに営業しました。広島市では今年度226人が被爆体験伝承者として活動しています。原爆資料館で行う定期講話の順番が増本さんに回ってくるのは2ヶ月に1回のペースです。一人でも多くの人に伝えたいっていう気持ちから始めたので、講話できる日は間にやっぱりもっといっぱいあるわけなので、その期間を活用してもっと話したいなとは思います。この日は母校の中学校を訪ねました。こんにちは。みんな楽しみに待ってます。よろしくお願いします。熱中症予防のため生徒は涼しい教室で増本さんの講話をモニターで見学します。向かったのは放送室。こんな若い子が伝承者してるんだっての全然知らなくって、率直にね、講話していいですかって言われたので、まあ、びっくりしました。増本さんが被爆体験を受け継いだのは岸田博子さんです。爆心地から 1.5 キロ離れた横川町の自宅で被爆した岸田さんのことを増本さんは博子ちゃんと呼び、当時5歳の少女の記憶を代弁します。飛行機の音がするというお母さんの声に、ひろこちゃんはその飛行機見たさに家の端にあるトイレに行きました。午前8時15分、ひろこちゃんが頭を引っ込めた途端、ドーンと地響きとともに真っ暗になりました。息を吸った時の土ぼこりのあの匂いが今でも忘れられないそうです。およそ40分間生徒たちは真剣な顔で増本さんの講話を聞きました。すごく分かりやすかったです。私たちに情報を伝えてくれるまでの道のりがすごい大変だったんだろうなって思いました。講話を聞いた生徒たちの感想が増本さんのもとに届きました。何よりこんなに書いてくれると思ってなかったので、もう嬉しい、嬉しいです。すごいいろんな年代に話せる原稿というか話せる講話なので、教師として学んでいるものとしてより子どもたちに伝わりやすいように話せる工夫ができたらいいなと思います。一方でネット上では厳しい意見も寄せられています。私が移植していただいた時の記事にコメントで、第三者が聞いて話すっていうのは数年後とかにその記憶もおぼろげになって、なかったことをあたかもあったかのように話されちゃう、子どもたちが変な方向に導かれるから困るみたいなコメントがあった時に、知らないでしょうって思いました。
正直に私がどれだけ間違ったことを話さないように、それたことを言わないように、どれだけ一万字の原稿を直したか知らないでしょうって思ったんですけど、でもごもっともだなとも正直悲しかったんですけど、証言者の方まんまはどうしても不可能だと思うので、増本さんは迷いを感じていました。どうぞ。あ、こんにちは。いらっしゃい。お邪魔します。どうぞ。お久しぶり。この日、増本さんは被爆体験を受け継いだ岸田さんの自宅を訪ねました。この写真なんか最高よ。増本さんは伝承者としての複雑な思いを打ち明けました。本当に被爆されて、それでも今でも懸命に生きていらっしゃるっていう人の声から聞いた方が、まあ、その方が得られる子もいるのかなとも思って。でも伝承が悪いことではないじゃないですか、絶対に。 いつかはいなくなるわけですよ、全員、うん、聞けなくなるわけでしょ。ちょっと不安に感じることもあっていやいや、でも絶対私はその肉声で答えてもらうっていう、うん、ぬくもり、うん、これは大きな役割があると思う。そうです。本当にもうモヤモヤなんかもうどうして湧くのでいやいや、それまあそれが宝かな、逆にね。いや、すっきりすっきりしていたらちょっと心配なのかもしれないけど、やっぱり受け入れる時には一瞬モヤっとしますし、反発も持つけど、これがやっぱり宝になると思うね。2人の対話は1時間以上に及びました。なんかもどかしさを感じてたんでしょうね、どこかで。今すごいすっきりしてます。平和活動も始まってますし、これからももう予定で決まってますし、もう今更後には引けないし、だからといってどう改善したらいいのかっていうのも私の分かる範囲でしか分からないっていうところで、私の今の講話に価値も見出してくださって、すごいスッキリしました。この日、増本さんは自身が通う大学でおよそ600人を前に講話をしました。その時に降った黒い雨は放射性物質を含んでいました。あの不気味な光景をひろこちゃんは忘れられません。増本さんは伝承者としての目標をまっすぐに語りました。私は被爆体験どころか戦争も経験していないんですけれども、原爆について知る機会を私が渡せる人になろうっていうところなので、英語は全くできないのですが、英語で伝えれるようになって原爆のことを知る機会を海外の人にも渡せたらなと。小中で平和教育受けてたイメージだったんですけど、やっぱり忘れかけてたところもあったので、今日すごい情景がすごい伝わってきて、もう一度ちょっと平和教育考え直したいなって思う。ちゃんと伝わってたっていう安心感が今どっときてます。よかった、私の伝えたいことも伝わっていたし、こうやって励ましてくれる友達がいるからこそ続けられることだなとも思います。増本さんの伝承活動はまだ始まったばかりです。あの自らのこの被爆体験を伝えたというその岸田さんの思いで、それを受け取った増本さん、この二人の絆がなんですか、単にこう伝承しただけじゃなくて、その伝承することによって増本さんが感じているもやっとしたものも一緒にこの岸田さんが共有してくれているというか、うん、そのもやっとしたものもきっとあなたにとって宝になるんじゃないのって言える2人のこのなんか思いというのはすごい大切だなというのを思いますね。なかなかこういう関係になることが難しいですよね。あの僕の患者さんにも語り部が実はおられまして、あ、そうですか。ただまあ、あのご存知のようにもう90何歳になるとですね、はい、認知症も入ってきて毎回まあ診察来るたびに、
原爆の話をするんですけど、どんどん話せなくなって、現実を見てるともうあと数年以内にもう誰も話せなく、直接見たことを話せなくなってしまってるっていう、もうどんどんそういうちゃんと この2人の関係のような人たちを作っていかないと手遅れになってしまうんじゃないかなという印象を今持ちました。そうですね、そこであの岸田さんのおっしゃるように、あの文字とか録音じゃなくて肉声だからこそのぬくもりとか伝わる部分でもきっとあると思いますね。そうですね、被爆者の方ご本人の言葉っていうのももちろん重みがあるとは思うんですけど、それこそ特に若い世代は自分と近い年齢の人が伝えてくれるからこそ分かりやすいとか伝わるなっていう部分もあったりすると思うんですよね。なのでこう増本さんが葛藤しながらも何度も何度も原稿を添削してっていう努力を応援したいですし、自分で営業利用してその話す機会を増やすっていうところも素晴らしいなと思って応援したいなと思いました。で、増本さん今後なんですけれども、来年留学予定だということで、アメリカやヨーロッパなど世界の平和教育を学んで自身の伝承活動や学校教育に生かしたいと考えているということでした。ここまで深掘りニュースディグでした。